イベントないな。クエスト取っとこう。よう。クエスト受けるぜ。またいっぱいある。ロストソルジャー13匹倒す、うん、こういうクエストというお使いクエストは嫌だ。戦場必殺の砲塔、聖剣を示された。もうないです。カービィさん、ディルト、どっから呼びかけてるんだ。おっとおっと、どこ歩いてきた。じゃあシノンさんとこ行こう。ヒノンさんを連れてちょっと修行だ。エギルがどうせクエストを2個ぐらい持ってるんだろ。エギルさん、ほら持ってた。今日はどんなバカみたいなクエストがあるんだ。あ、キリト君、今みんなとヘアスタイルについて話をしてるところなんだ。ショートのボブがいいな。私の髪の色をちょっと変えてみようかな。やめてくれ、それがいい、そのままでいい。アスナにいじられたヘアカラーだけど、そろそろイメチェンもいいかな。頼む、それでいてくれ。そういえば私がやったんだった。あれからずっといじってなかったしさ。確かにたまには気分を変えてみたくなりますよね。でも変えないんだろ。そうね。私、パパに髪の毛すいてもらうのが大好きです。パパは髪型変えないんですか。変えないよ。もう、キリト君なんでそんなに無関心かな。そんなもんだ。髪型って自己表現の一つでしょ。それってすっごい大事なことだよ。大事ではないよ。前髪の長さが少し違うだけでもすごく印象が変わるんだから。外見よりも内面を磨け。キリトさんはよく言うじゃないか。どんな髪型が好きですか。なあニシリカ、キリトの好みに合わせようとしてる。坊主が好きだ。参考に聞いてみただけです。スキンヘッドが好きですよ。その髪型にしてみる。スキンヘッドにしてください。それってこの髪型がですか。みんな今のままがいいって言ってるよ。それってつまり見慣れてるだけってことじゃない。なんか急に割り込んできた。もうシリカちゃんが真面目に聞いてるのに。まあでもイメージとして定着しちゃっているっていうのはわかるけどね。でも女の子は男の子に褒めてもらいたくて何時間も鏡とにらめっこするものなんだよ。なんだって。その時間がすごく無駄だと思うな。そうそう、キリト君はちょっとデリカシーに欠けるんじゃないかな。その時間をもっと違うことに有効利用すればもっといい女になれるよ。イメージチェンジした女の子に簡単に転んだりするかもしれないわよ。そっか、私もシノさんみたいにシャドウにしてみようかな。シリカは今のままがいいと思うけど。シノさんもそう思うんですか。でもこれちょっと子供っぽいかなって思ってはいるんですけど。シリカの髪型で好きな部分があるのよ。どこだ。真ん中のトゲか。え、何がですか。ちょっとその場でぴょんぴょん飛んでみて。あ、はい。ぴょっこぴょっこぴょっこ言うて、ゆさゆさが可愛い。どういうことですか。なるほど、束ねた髪の房が揺れるのがシノのお気に入りなんだね。なんかね、揺れるのって目を奪われちゃう感じがする。いや、そんなことはない、そんなことはない。パタパタパタってウサギさんのお耳みたいです。
自分じゃ全然わかんない。決して胸の話をしているわけじゃないよ。髪の毛の話だよ。あ、そうだ。ちょっと飛び跳ね。こう？バッサバッサするんじゃないんだ。確かに髪の毛がゆさゆさしてかわいい。いい？なんだって？見ちゃいけない？やっぱりそっちの話に持っていくんか。俺が言ったじゃないか今。そう来るとは思わなかったわ。そう来ると思っていたさ。ぽよんぽよん跳ねてます。リアナちゃん、ストップストップ。胸が揺れてる。もうまたそういうバカなお話に持っていこうとする。誰だスタッフ作ったやつは。キリトくん。なんだよ。そのつもりだったけど、あんだけ大きく揺らされたらさ、揺れるものに目を奪われる。ものすごく納得しました。そんなことはないからね。でしょ、シリカはその髪型じゃないと揺れるものがなくなっちゃうから、そのままの方がいいよ。うわあ、そんなこと言うと傷ついてしまうよ。毎回こういうイベントばっかりだな。階段のイベントは何かな。どんどんどん開けろ開けろ。ここか。ちょっと付き合ってほしいんだけど、お断りします。何よそんなに慌てて。急ぎの用事？いつもの場所で訓練じゃないの？早く来てくれ。話しかけてみてくれないか。この人は何だって言うの。分かった、やってみる。やってみる。あの、こんにちは、おじいさん。おじいさん。おい、すまんの、郵便屋さん。はい、それでわし宛ての荷物はどこにあるんじゃ。またお前か。は？郵便屋さんじゃなかったかの。そうじゃ。急に変わったぞ。何？ RPG。 めんどくさいな。5年後わしの放った矢がプツリと右目に。もういいよ、早くして。わしのスキルを受け継ぐには試練の中で己を磨く必要があるのじゃ。どっかのダンジョンに行ってこいってこと？そう、お主はこの層のダンジョンに封じられている試練のアミュレットを取ってこなければならん。取ってこればいいのかな。この鍵で封印の扉は開く。アミュレットを手にしたらまたここへ戻ってくるがよいぞ。あれでも86階でなんか取ってこいって言われた気がしたぞ。ってことは射撃系の上位スキル。すごい。ちょっと、また変なこと言ってる。早く行くぞ。いつの間にかパーティーになってるし。フレンド、シノンさん、どんなクエストかな。思い出した、リーファだ。リーファペンダント、85層のどっかだった。85層終わってる。じゃあ先にちょっと85層行ってきます。すいません。お兄ちゃん、じゃあね。後で行こうね、シノンさん。まさかの忘れ物。そんなイベントもあったなと。あれ、シノンさん瞬間移動したんすか。キリト、さっきエギルの家にいたの。さ
さあ、85回行くぞ。天意門、85。フィールドに出る、どこだろうか。もうイベントフラグが折れてたりして。いきなりやった。お兄ちゃん。お兄ちゃん、なんだい？もう見つけたのか。太陽のペンダントが急に光り出して、そっちに何か。あ、きっと二人は太陽のペンダントと月のペンダントが呼び合ってるんだよ。かもしれないね。これは愛の力だね。よし、行こうか。早く早く、うん、敵がいっぱいおる。敵は無視。敵だよ、そんなもん知らん。どっちだ。こっちかな。マップ見たらいいのかな。マップ見て、イベントっぽいものは出てないな。よし、反対側だ。敵が襲ってきすぎ。めっちゃ走ってきた。ペンダントどこ？ペンダント、とりあえず適当に走りまくってみる。適当に走った先にはゴールしかなかったとか。ちくしょう、マップ宝箱だけだしな。向こう、ここにあるか。イベントないな。分からん、この奥のダンジョンかもしれない。襲ってきた。しかし無視。敵なんてどうでもいいんだ。痛い。ミスミス。どこだ？どこだ？全然いないぞ。トレイン中、廃屋トレインレベル。こっちかな。痛い。何もなかった。何もないな。こっちも何もないな。超、さすがにこれはやばい。さすがにこれはやばい。やられてしまう。しかも動けない。邪魔邪魔。一人しか当たってないし、もう邪魔だって。早くどいて。もうそんな格好つけてなくていいから。レベルアップした。誰が？あ、ヒントが来たの。ナイスナイスナイス。ユースさんもやばい。ナイスナイス。スキル使え。リーフさんもレベル上がった。そう、完全にはめられてる。ナイスナイス。ソードスキルお願いじゃなくて、先にソードスキル使って。そっちがまだ敵いるからね。スキル使え。スキルチャンスだ。ナイスナイスナイス。なんか一瞬で移動した。スキル使え。スキルチャンスだ。早く使って。よし、ナイス。まさかのレベルいっぱい上がった。画面が見づらい。こっちじゃなかったな。まだ敵がおる。こいつは振り切ってはずだぞ。邪魔邪魔。さすがに迷宮区じゃないやろうから、やっぱり向こうか。向こうの行き止まりの方だな。
襲ってくる敵に気をつけて。敵なんて来てないよ。この奥、この反対側、ピンピン言ってるぞ。一応宝箱の方も見とくか。ないとは思うけど、もしかしたらイベントがあるかもしれない。そんなことはなかった。敵がどんどんついてくる。こっちの奥もない。邪魔だって。向こう側行ってみるか。どっちだ、こっちか。どっちだ。適当に走り回ったらあるだろう。おらんな。ないな。オークさんがいるだけだ。敵じゃないか。どっちだ。戻ってきた。マップ、あったあった。イエーイ、イベント発生。敵じゃないか。ハーピー、すごい怖い顔。ハーピー、ボスモンスター。え、そんな。余裕だろ、倒そうぜ。でも早くペンダントを手に入れなきゃ。もしかしたら他のプレイヤーに先を越されちゃうかもしれないし。またそんな感情で動こうとするだろう。でも私は引き裂かれた二人をもう一度会わせてあげたいの。感情で動くな。あの二人はただの NPC で単なる作り話だって分かってるけど。分かってるならちゃんと考えろ。それでも SAO の中では NPC だって同じ人間で、どうしても二人を放っておけなくて。頭で考えろ。うわ、通路が。ああ、私のせいで。そうだ、お前のせいだ。ふう、やれ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 だぜ。お兄ちゃん、ふう、私とお兄ちゃんの力見せてあげるんだから。行くぞ。しょうがないな、妹の面倒を見るのは兄の仕事だ。やっ、とりあえず麻痺ってろ。とりあえず攻撃されてやるぜ。スイッチ行くぞ。スイッチ行くぞ。スイッチ。はい、行きたいかなで。はい、滅びのスターバーススリーム。ボスとは何だったのか。一緒にやろう。 やったの、お兄ちゃん。倒したぞ、余裕だったな。やった、倒した、お兄ちゃん、やったね。やれやれだぜ。何が出たのかな。月のペンダントだ。太陽のペンダントと合わせるとぴったりくる感じのデザインだね。さあ合わせてみようか。やっぱり二人は一緒になるのをずっと待っていたんだよ。と思うじゃん。いつまでも引き裂かれたままじゃかわいそうだもんね。すぐは優しいな。ありがとうお兄ちゃん、私のわがまま聞いてくれて。無茶をするな、感情で動くな。分かった。それ分かってへんやろ。絶対分かってないぞ。すぐに感情で動くからみんな、うん、兄弟だからわがままを言ってもいいの。いいわけないだろ。ああもちろんだ、いいのか。器の広い男だキリト君は。妹は兄にわがまま言っていいんだ。ああそうなんだ。わがままだらけになるぞ。お姫様気分になってしまうぞ。でも兄弟
回はそういう関係なんじゃないの？さあ、どうしてでしょうね。そうだね、2つを同じ場所に置いても何も起こらなかったし。もう置いたのか、早いな。お兄ちゃん、私、本当は知ってるの。その話はなしだ。その話はやめよう。お兄ちゃんと私が、本当は…そんな話はもういい、やめよう。敵か。え、なんだって？って言うんだよ、そこは。ううん、なんでもない。え、なんだってに対してなんでもないだからね。さあ、早く NPC のところに行こう。さあ、行こうか。お、瞬間移動で戻ってくれた、はい、ありがとう。これが太陽のペンダントと月のペンダントだよ。おお、よもやその二つが、はあ、再び巡り合う日が来ようとは。またお前か。ありがとうございます。早速。フェアリーサークル？なんだそれは。太陽のペンダントがあった地へと戻り、草花で円形の舞台を形作り、その周りでそれぞれのペンダントを身につけた男女が踊る。マジかよ。さすれば引き裂かれた二人の思いは再び巡り合い、悠久の時を経て結ばれるであろう。そこで私とお兄ちゃんが踊ればいいんだ。これでもしも男か女のプレイヤーが両方いなくなったらどうなんだ。このイベントはクリア不可能。他に誰かいるの？クライン呼んでこい。クライン、心配しなくても。なんか素敵なクエスト。そうだよ、じゃあ行ってみようか。オートで行ってくれるのか。オートで行ってくれ、頼む。くそー、希望。どこだよ。一緒に行こうね。83階の森。83階のドルバの森。森に行くぞ。ダメだった。フィールドに出る。森、森ってどこだ。こっかな。どこだ。行くぞ、早くイベントの場所へ。敵じゃない。敵なんてどうでもいい。イベントの先に行くんだ。もう終わった。全然広くないぞここ、うん、早速作るか。フェアリーサークル完成。完成した。フェアリーサークルとは一体どんなものだ。早く画像を見せろ。ここで私、よし、踊るか。照れるね。俺は照れないぞ。いつも自信たっぷりのお兄ちゃんがそんな弱気なんて珍しい。そんなことで胸張らないでよ。でもダンスなんて武器を持たないソードスキルみたいなものでしょ。そんなものなのか。二人で息を合わせれば大丈夫だよ。さあ、音楽が鳴ってるつもりで。残像だ、残像だ。いた、いた。私は大丈夫。ほら、リズムを取って。リズムを取って。そう、1212。今何か？し、ほら。来たぞ、イベントが来るぞ。新しい CG よ。月のペンダントも光ってる。光ってる。人が、はあ、愛しい人よ、ようやくあなたに会えた。兄様。兄様。あれって占い師さん？そっか、月のペンダントの持ち主って占い師さんだったんだ。ありがとう。君たちのおかげで私はまた最愛の妹と巡り合うことができた。兄様の胸に
再び抱かれる日が来るなんて、あなたたちには感謝の言葉もありません。これからはずっと一緒だ。一緒だ。兄弟の絆は未来永劫分かたれることはない。兄様。兄様。さすが兄様。行っちゃったね。多分私たちに持っててほしいんだと思うよ。そうだよ、気づかなかった？お兄ちゃんは兄弟が愛し合ったらおかしいって思う？思います。そういうことありえるかもって考えたことない？咳が、くそ、止めるのを忘れていた。すみません、咳してしまいました。あり得るかもって考えたことないわ。じゃあ、もし兄弟でも血がつながっていなかったらどう？私、知ってるんだよ、本当のこと。こいつ言いやがった。ここで言いやがった。お兄ちゃんと私が本当は血がつながっていないって。よし、ここで魔法の言葉を使おう。え、なんだって？さあ早くキルト君、魔法の言葉を。え、なんだって？を使うんだ。ああ。うん。この事件が起きてから少し経った時に、お父さんとお母さんが教えてくれたの。お兄ちゃんがそれを聞いた時、私お母さんにもひどいこといっぱい言った。なんでひどいこと言ったの？頭ぐちゃぐちゃだったけど。一番気になって不安だったのはお兄ちゃんの気持ち。またそうやって感情で、感情に任せてぐちゃぐちゃ言うからおかしくなるんだよ。お兄ちゃんは、じゃあお兄ちゃん、まるでお兄ちゃん、うん、でもそのことだから私ここまで来たの。ここまで来たのか。感情でまた動いたわけだな。霧ヶ谷和人と霧ヶ谷すぐはが一体どんな関係なのか、それを見つけたくて。ただの兄弟だ。2年ぶりにお兄ちゃんに会えたおかげでいろいろ見つけることができたよ。血がつながっていなくてもやっぱりお兄ちゃんは私のお兄ちゃんだってこと。うん。それとね、もう一つ見つけたの。新しい画像？うん。本当はずっと心の奥にあったのを知ってたんだけど見ないようにしてたんだ。本当はあるけど見ないようにしてたの？でもその気持ちを見つけちゃった今はね、血がつながってなかったことがちょっとだけ嬉しい。だってそれってどっちにもなれるってことだよね。何を言っているんだ。お兄ちゃん、あなたは何を言っているんだ。それ以上にもならないよ。お兄ちゃん、新しい画像よ。私の気持ちもあの月の姫と同じだよ。離れ離れになっても絶対に追いかけるから。 SAO の中だってどこだって。それはそれで怖いな。だからこれからもよろしくね、お兄ちゃん。アスナさん、ここに浮気してる人がいます。アスナさん、アスナさん、ここですよ。さあイベントは終わった。帰るぞ、天域師匠。そしてメールが来るぞ。絶対来るぞ。さあ来るぞ。アークソフィアに戻ると来るぞ。絶対来るぞ。さあ来るぞ。来た。リーファさんからです。よろしくね。クラインさんが爆発しろって言ってきた。